を行います。青コーナーよりエルギター侍武田永田乳児組入場。ハワイと日本。あと、あとさ、これは開催日本とも試合が始まってしまった。いきなり赤コーナー一チーム5人いた。あと、あそっか亮、はい、海がいきなり奇襲を仕掛けてまいりました。はい、本日の試合は8時30分開始です。赤コーナー5人いたので入れる。赤と黒のジャンパーを着ているのは植木鉢雄二選手。 そうですね、そしてそれで回転したエルボーター侍選手が、あの2つで山の方に登っていきましたよ。おお、はい、場外戦大変です。さあ、ローズ選手から離れてください。さあ、ワンダー富士をワンダー富士にあの登ってしまって頂上決戦ですね、これは。あー、あとエルボーター侍大転落。これは激しい伊勢サンズルの並びが来ましたね。さあ、そしてそして今リング上に戻されたアロハシャツみたいなのを着てるのが武田選手。そうですね、そして悪魔みたいな顔してるのが森田選手。森田の、はい、武田いけ。そしてこの速度は曽田亮選手と永田龍二選手が ところ
ですけれどもさあ、すぐここはフェイスロックに行くそこに選手ここは休ませない、うまくありません、ね、そうですね、ペースを相手に渡さないというここがやっぱり気だりですね、そうですね、絞られてきます、フェイスロッククロスフェイスで絞り上げていくのは武田選手、ロープはちょっと遠いか、あーっと奥に入って、しかし、浅岡選手が外さない、さあ、武田選手、ちょっといいところがないですね、そうですね、そういう状態ですね、あー、ちょっとハンターがやってきましたよ、やったすごいですね、さあ、武田選手の胸を貫く、ちょっと雑だな逆にやばいですね、やばいですね、逆にすごいダメージあるんですよ、なんだもう元気ないのか、うん、だよな、しょっか5分経過、5分経過、あー、やられたな、やられたな、あー、やられたな、うわー、強烈変な音しました、出しちゃいけないことじゃないですか、うわー、目隠ししたと言ってないでしょうかね。
ユージ選手を受けるようなものになっていましたね。鼻吹きやすい。素晴らしい武田選手のインパクトですね。しかし A を タイミングじゃない、タイミングじゃない。ここは、もう入地選手が。さあ、今度は、ボニーちゃんが、花火が出る。ルギター侍も、花火。そして、これ、やる空気じゃないですか、総監選手。そしてリング上、リング上の展開されてる。試合時間10分経過、10分経過、デビュー。おい、おい、さあ、試合権利は、堀木橋選手と武田選手。さあ、ウクライナレジャーとした。ダメージを取ったさあ、ウクライナレジャーとした。もっと思い切りいってほしい。ああ、リングが言えば、浅岡選手と中田選手が。